さあ10分以内にねクリアしてみたんですけど、これポータル選べると、これがエンドレスモードじゃないか、前回行きたかったやつだけど、いや動画にする気なかったんですけどね。ちょっと続けますか。これ近接キャラなんですけど、まあ、トーテムがいい感じに育ったんで、まあ、これでも十分強いんですけど、これで超攻撃攻撃範囲かな、広げて潰してると見づらいですけどね。でとりあえずこれが今ウェーブ2なのかな、エンドレスワールド、エンドレスモード、これをクリアしたいなと。何をすればいいんだろうね、条件がよくわかんないな。10分以内にクリアすると来れんのかな。初めてね選べって出たんで、いつもは終わったら出る感じだったけど、あでもここはあれだ、回復しないんだね。強化の延長で来る感じか。もうね10分以内のクリアやったんで、もう好きにやれるかなと。これどんなもの強さなんだろう。前回あの挑戦的なモードね、呪い強化では無理だったんで、これはどんな感じかなと。でこのビルドあんまり気に入ってないんで、ね、ちょっと来ちゃったのがあれかなっていう感じするけど、まあまあとりあえず戦い抜いてみる。さあこのビルドはね一応近接ですね、一応ね。だけどビームとかも出てて、まあまあ魔法がね 50% 攻撃アップが出てるんで、なんで雷とこのビーム入れてると、なければ入れてないですけど、まあ、一応引いちゃったんで、ね、そこで入れてまして、まあでもこのタイタンクリーパーと衝撃波、これがベースかな。衝撃波すごいですよね。で移動速度はもう過去一遅いんですよね。まあ、それ仕方ない。それを補うように攻撃する。で、トーテムが一応ね、プラス1数量を受けて、サイデンス上げてないですけど、結構多く受けるんで、1回でね。普通に弱い。まあ、1回目だもんな。いいね、トーテムのバフ時間 45% 増加、まあ、これ最大数増やしたいな、こんだけ来ると見えんこれはこれで見えないですね。さあこれが一応2周目の世界ね。5周目まで行くとスパルタンみたいなやつが手に入るんで、5周目かしんどいな。まだか。まず2周目でも1体増えるっぽいから、まあ、悪くはないと。やばでちなみにねこれキャラのレベル上がると新しいね技が手に入るみたいで、専用かな、多分専用だと思うんだけど、前回の場合弱体攻撃みたいなのがついてたと。これトーテムこんなんなら最大数増やさないと。何個までだ、最大回ってないのかな。まあいいや。ちなみに一応ね防御力によって火力上がるんで欲しいんですけど、まあ、多分消したと思う出ないっすよね、多分消してます。何この攻撃は何なのもうダメだもうこれダメだね、上げすぎた衝撃が。 250% ダメージボーナスと 270% 範囲ボーナス、あとトーテムもなんかもうすごいことになってますし、トーテムほらトーテム地獄、これ死ぬんじゃないかパソコンがどちらかというと、
トーテムあるから敵近づけないんだよこれ。近づきはするのか。これ時間って上乗せされてんのか分かんないな。まだ4分くらいかな多分。で2体しかまだ出てないね。1体だっけ、あれ1体だよね。あれあんま出てあんま倒してないんだな。敵硬いですね。じゃあね、ボスとかどう倒せばいいんだろう。ボスの攻撃見えないわこれ致命的ですね。あ、これ炎なのか。よし倒しましたね。どこまで近づかなくていいんだろうあれどこまで近づいた方がいいんだろうね。あ、魔法タイプ、あ、じゃああげるか。魔法タイプのダブル、あー、いいねいいね。でも2つしかないからな。かといって他のスキルも全然強いんで、ね、難しいな。逆に魔法以外入れちゃうとね、マジで落ちるんじゃないかな。最初ブロック上げるとタイタンクリーパー強くなるんで上げてますけど、いるいるのかな。一応これ攻撃かわせないな今回相手もかわせないしこっちもかわせないね。私の場合見えないからかわしようがないんですこれ。完全にされてんのかされてないのか分かんないんで、動かないのもまた違うかなっていうところでね。さあもうじき9でも90レベル超えてきて100レベルに向かってるんですけど、100で終わりなのかな。アレックスが見えないな。まあいいか、寄らなくていいや。ザコさえ倒せば次に出てくるんで無視しよう。まあ、近づいてきたらね攻撃するかもしれないけど、まあ、見てもどんどん上減っていってるわ。近くにいないんですけどね。動画にしたら最悪だなこれ動画にならないですよね。あ、こいつかアレックス。アレックスってなんだっけ。毒か。一番きついな。全く足元が見えない。離れよ。あの勝手に死にそうだね。勝手に死んだね。集めに行こう。それ今95レベル、もうじきだね。100超えるんなら助かるな。100超えたとてか何してんの俺マジで。何が起きてるんだ現場では。多分これめちゃくちゃ上から見ても分かんないよね現在の光景。これがソウルストーンサバイバーズと、これがソウルストーンサバイバーズです。こういうゲームですね。本家を超えていくと、本家より圧倒的に見づらいねこの戦闘シーンと。まだまだ見づらくなりますから。スキル次第ではもっと見づらいですからね。見づらいスキルが2点セットになってるんで、トーテムと石。トーテムが今これね、これこれこれ、今この衝撃波で、岩が衝撃波で、なんかたまに出る黄色いやつが一応タイタンクリーパーなんだ。マジで見えない。ボスの姿を見たいな。離れましょう。一旦離れよう、ね、近くにいちゃいけない やばいな。あ、いたいたいた。あ、お前か。懐かしの友よと。まあ、攻撃かわせないんであんま近寄らないです。今左にいますね。ちなみに今だと上かな。
上にはそうだ、それね、ここにありますと。今何体目だ、なんで体力減ってるのか分かんないんだけど、かわせないってこれ何回地面にあっても踏んじゃうしな、非常に危険です。これあれだね、もう自由にぐるぐる回ってるか。今何体目だっけな、時間的にまだ10分しか経ってないから多分3かな。最後何かな、キーサイズか、危ないんでちょっとぐるぐる回ってこうか何これキーサイズ体力99万になると、あと言ってる間に90万切りそうですね、切りましたね。あれが100超えてますね。あ、じゃあ3周目4周目って言ってもレベル上がるんだ、よかった。2周目でレベル上限来たら辛いもん。どこにいるんだあいつはボスの場所教えてくれ一旦。ああそれか、いや違うか、今一緒にいたね。まあいいや、離れよう。痛い痛い痛い、見えないとこから攻撃される。あれあれだ、あれあれあれボスだ、逃げよう。で多分死んだかあ終わりか、よし。さあこういうゲームだね。まだ選べるっぽいか、まあ、どうしよっかな、これいけるかな、ちょっと行ってみるか。これ3周目だね、これクリアしないとなんか死んだ時ゲームオーバーとかならない、意地悪しないかな、そういう。これよくないよこれ通ってますってめちゃくちゃあるんだけど、えこんなんのこの短時間で、やば。アーケンビーム捨てるか、何が何かあるんだろう。多分全部、あ打撃かな、多分打撃が来たら強いと思う。打撃を拾ったらアーケンビーム捨てようか、ちょっとね、意味ないこんな目の前にビーム打っても求めてないね。打撃はない、よしよし、とりあえず4周目だっけな、まあいけるとこまで行ってみようか。まあ、ちなみに蘇生回数あと1回しかないから、もう無駄にね死んでるんでね、その点がちょっと怖いかな。あ今見てもよかったな、しまった。強っ強すぎるでしょこれ、ね、斬撃物理もなんか斬撃もなんかあるんだな、どれがいいんだろうな。どれボスで、ボス48もあるね、いきなり。これは強いな、一応ボスの方にちゃんとキル攻撃しないといけないから、ここにいる、ここにいる、よし倒した。今ので100ダメージ食らったらやばいな、
打撃、ボディスラム、ああこれだな、これにしよう。ちゃんと敵狙って攻撃しようか。キョンキョンキョン。この待ち時間えげつない。お、いいね。どうでもダブルやりすぎてんだろうな。行きましょう、爆発。なんか食らうな、めちゃくちゃ急に。何を食らってるかまだわからないね。一生わかんないな、これ。わ、これいく？ちょっとやりすぎじゃない？何パーセント今これ？範囲 300% ついてるよ。プラス300だから4倍だよね。回復か、回復。取れた、回復取れたね。打撃タイプ、あ、今のもあるから、よしよしよし。ダブルか。ダブル何パーセント？ 120% だから確率だね。絶対のダブル。トリプルもありえるんじゃないか。このゲームすごいね。最適化よく進んでますね。こんな普通のゲームなら落ちそうなもんですけど。いった、何食らった今、何食らったか教えてほしいな。爆弾にしては食らいすぎだよね。で、爆弾以外だったら飛びすぎじゃない？なんだろう、防御力上げたいなか、体力を増やしたい。どこまで行けるかな。今3周目だね。4は行きたいな。4分岐点なんだ。トーテムが何個いたのか分かんない。いっぱいありますね。いや、これ落ちるんじゃね。どっかで、マジで。それ一番やだな。終わらせた方がいいかもしれない、この戦いを。落ちたら多分帳消しだよね、この頑張りすべてが。一回死んどこっかな。まず範囲を広げるのやめようか、一旦。火力とかにしよう。これじゃなくてやばいかもしれない。リスクヘッジだね。今更ダウングレードできないから、なんか能力値に振ろう。ダメージなら OK。 そんな強すぎて気を使うっていうのはちょっとね、まあ、こんなことがあるとはなと。和風の持続、あ、でもこれ持続時間延べたしやばいか。でも他も正直良くないな。いや、ちょっとやめとこ。トーテム結構えげつないのよ。どうする、右上か。アダッシュ回数ここできた、助かる。あれか、やっぱ死にそうなんだよな。何を食らってるんだろう。分かんないから逃げようと。ブロック、まあ、勝手に死ぬんじゃないかな。別に行かなくてもね。あー、なんか死んだ、なんか死んだ今。
つら。あと1回です。多分死ぬんだろうな、あいつは。よし。多分2個目ってことか。ボスの技でやられてんのかな。ボスの時多分1回止まるからね、立ち止まるんで、その時に食らってると思うんだけど。回復回復ナイス。死ねないんでね、ちょっとこれから怖いよと。まあ、エンドレスモードの存在はね分かったんで、多分10分未満なのかな。今までね出てこなかったので、マップ固定はないと思うんですけど、毎回エンドレスモードいけるわけじゃないってことかな。トーテンもね衝撃を放ちまくってるんで、よくはないね存在としては。さあアレクシー来てますけど、めっちゃ離れてると思うんだけど、減ってくね体力ね。また視界するかな。一応アレクシがいると思われる方に攻撃してますけど、やっぱマジで分かんない。こっちでしょ、アレクシ当たっているのか。アレクシこの攻撃は届いているのか。アレクシは何を食らってるんだ一体。毒多いから行きたくないな、全く見えないもんね足元。今ともアレクシ急接近しちゃったね。アレクシ、あ、アレクシだ、アレクシ。アレクシ確認。なんか攻撃強くなってる今。あれ？ちょっとやばいな。ダブルか。ダメでしょ。ダブルも深刻な原因だね。やばいやばいやばい、ちょっと良くないな、これもう限界を感じますね。安牌に振動効果。ここは勝ちましたね。どこはマジで見えない。ダメージなの。ダメージ OK。 今は何色だった？紫だよね。ってことは次の次か。いけるかな。いけそうなんだよな、ずっと。これもノーカットでいいや。この動画、これはシーンどこが見どころかも分かんないんでね。好きにチークバーっていうのがあるんで、 YouTube には気づいてないと思いますけど、どこ見ても同じかな、シーン的に言うと。別に一貫して最初から攻撃の仕方変わってない。マインドレスモードがありましたよという動画ですね、これね。これもう飽くなき挑戦ができると、最強のビルドで敵を圧倒する。何かに襲われているのか、どこに敵がいるのか、エリートがいるのか、わからない。定か、何もかもが定かじゃないですか。その辺にボスがいるな。一旦離れよう。どこまで離れても攻撃当たるかわかんないんでね、距離感も難しいし。
ダブルか。まあ光の刃ならいいでしょ、いつも。体力的には330何万だから、最初1000万ぐらいあるのかな、体力。さあ今ね、私成長してまして、この状況でもボスの位置を把握してるんで、比較的に火ダメが減りましたね。このカーソルの方を見ていただければボスがいると。ダブル発動、ダブル発動、こっちかな、弱い方にしよう。さあ回収に行きましょう。ここだね。次はボス、次じゃあ行こっかな。次くらいもう出よう。そこで次で出ます。でも4行きたいかな。ここまで来て4、難しいな。一旦セーブがあればね一番いいんだけど。おお、やば、音がブルルってなってるな。あ、これ振動効果、ちょっとやばそうだな。さあ死にました。ちょっと音がバグってます。いや強かったんだけど、いや問題はあれだね。あ、てか今の1なの、エンドス。あ、そっか。うわマジか、ちょっと。でこいつ飽きたね、新しいキャラで。この子も新しいキャラ。うわ変な構成しすぎたな。火力は出たんだけど、ちょ病気みたいなこいつ使ってみよう、アサシン。いやこれ欲しいですね。ちょっとまあ言い方分かったんで、もっとちょっとおとなしい。ダメージはあるけど、あまり画面をね、うざくしないというところで。まあ、リベンジしよう。まあ、まだまだチャンスあるんでね。エンドレスモードいけることは分かったので、今が1だよね。今のを含めて2だと思ってたんで、出ちゃったけど、なんとか無理だったな、多分。さあ、こいつ多分最強キャラでしょ。混沌斬撃一つ爆弾でしょ。混沌のやつでいけんじゃないかな。